はい、どうも、ゴーヤンです。さあ、本日はこちらですね。見てください。SSR プレミアム50チケット。なんとね、先日行われました、セガネットワークスイベントですね。感謝祭の方で、予想をはるかに上回るね、セガさんの予想をはるかに上回る、参加率、討伐率を達成したということで、50%で SSR が出るというね、プレミアムチケット。こちらの方の配布が決まりまして、本日12月7日のメンテナンス終了後に、配布されました。イベントに参加されてた方は、こちらのチケット1枚プラス、イベント限定キャラのベルトラン、清掃したベルトランですね。こちらの方を、もらえるということで、プレゼントボックスに、入っておりました。で、早速こちらのチケットを使って、ガチャを引きたいと思います。さあ、どうなる？ SSR！ SSR！ いや、50%とはいえね、要はね、2分の1で外れるんで、どうなるかと思いましたけども、なんとか無事に SSR を1体、ゲットすることができました。持ってなかったやつですね。ゾゼット。はい。まあまあ、いいと思います。はい。で、このままの勢いでもう持ってても仕方ないんで、こちらの SSR プレミアム10チケットですね。普段3%でしたかね。の確率が約10%で当たるという、こちらのプレミアムチケット。こちらもガチャりたいと思います。です。いやー。最初の方期待したけど、結局本の方がノーマル色でしたね。まあ、10%なんでね、そうそう出ないですよね。はい。ということで、こちらの動画は短いですけども、ここまでにしたいと思います。皆さんは SSR50 チケット一体何をゲットすることができたんでしょうか？こちらの端末ではね、見事ね、SSR 一体ゲットすることができました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。